ジョン・ブービエ・ケネディ・ジャック・シュロスバーグは、第35代大統領ジョン・ F ・ケネディの孫。ファーストネームに関し、祖父 JFK と同様、ジャックと講師で名乗っている。イエール大学卒業。その後、日本企業の楽天株式会社に入社し、2016年には、サントリーホールディングス、米国務省に勤務した。父は、ユダヤ系ウクライナ人の血を引くデザイナーの、 エドウィン・アーサー・シュロスバーグで、母は第29代中日アメリカ合衆国大使のキャロライン・ケネディ。ジョン・エフ・ケネディ元大統領の唯一の男性の孫であるとともに、おじ、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニアの飛行機事故死以降、元大統領の血を引き継ぐ唯一の男性である。2015年秋にイエール大学を卒業。大学では歴史学を専攻。 日本史を専門的に学んだ。イエール大学卒業直後2015年10月1日付で楽天株式会社に新卒として入社した。2016年に米国務省やサントリーホールディングスに勤務した。2017年秋にハーバードロースクールに入学予定。2020年には民主党全国大会に登壇し演説を行う。ありがとうございます。